国民ソケットはパナソニックエレクトリックワークス社から販売されているソケットである白熱電球電球系蛍光灯 LED 電球の3種類の電球に対応する戸型に東洋クラスターパナソニックミュージアム松下幸之助歴史館収蔵品1950年の国民ソケットの広告昭和初期の一般家庭では壁埋め込み式のコンセントが 一般的でなく、頭上の電灯傘から尖型クラスターなどで電気を分岐させて、電化製品につないでいる過程が多かった。尖型クラスターには、電球の差し込み口が主刀と副刀の二つしかついておらず、電化製品をつける際は電球を取り外さねばならなかった。また、当時は電気のスイッチとして、三段四段点滅器を使用しており、 これを用いた電気の切り替え操作は煩雑であった。そのような中、優れた配線器具の開発と大量生産を創業当初より目標に掲げてきた松下電気器具製作所の第三事業部から1935年7月に国民ソケットが発売される。この国民ソケットは後に1号国民ソケットと呼ばれ、 首藤と豆球の腹藤を紐を引くことで点滅させることができ、さらに電化製品用の差し込み口がついているものである。国民ソケットは電気の需要からに大変重宝され、デザインの面においても当時としては斬新だったため、今までにはない売れ行きであった。当時の一般企画では5000回の使用に耐えることを求められていたが、国民ソケットは 数万回の使用に頼るものだった。第三事業部は、同年10月に、首都と副頭だけの2号国民ソケットを発売し、こちらは1号国民ソケットよりも安価であったために1号以上の売れ行きを見せた。同年12月、配線器具を取り扱っていた、松下電気器具製作所、第三事業部を母体として松下電気株式会社が設立される。 国民ソケットも、松下電機が引き継ぎ、1938年5月には、首都のみの3号国民ソケットが発売される。1号2号国民ソケットは1938年3月に、帝国発明協会からの有効賞を得、国民ソケットは、松下電機の当時の主力商品となった。3号国民ソケットは、戦時中の電気節約に一役買うこととなる。 松下電気株式会社は、戦時中航空機を製造し、その後、松下電工株式会社と名前を改め、配線器具の製造を再開。松下電工株式会社は2008年に、パナソニック電工株式会社に社名を変更した。3号以外は新型になったものの、パナソニック電工株式会社が、 パナソニック株式会社に吸収合併された2012年においても国民ソケットを販売している。東芝電財政、ホームソケット1号。ありがとうございます。